ヤッピー、ピトです。今日はですね、女子力アイテムを紹介したいと思います。女子力アイテムイコールなんかモテアイテムみたいな、まあ、感じだと思うんですけど、でも私モテないから参考になるかわかんないんですけど、でもまあ持ってる中で女の子として持ってたらいいなみたいなやつを今日は紹介していきたいと思うので、最後まで見てください。それでは紹介していこうと思います。私が最近持ち歩いてるバッグはこちらです。めっちゃ可愛い。これは誕生日プレゼントでもらったんですけど、リュック、ちっちゃいサイズのリュックなんで、すごい荷物も入るし、あとはなんて言うんだろう、手で持ってるよりリュックの方がすごい軽く感じるじゃないですか。で、私すごいそういう身軽なのが好きなのでリュックで持ち歩いてます。じゃあね、一つ目紹介していきたいと思います。一つ目はこちら、じゃじゃーん。モフモフのファースヌード、これはあの佐野前さんのブランド、トランク88っていうブランドがあるんですけど、そこのファースヌードで、エッグモデルのゆずはっていうね、これ学んだんですけど、女の子がこうやって首周りにねモフモフしてるのをつけてるのが、なんかまあ男の人好きらしくて、でも私めっちゃ寒がりだからあのつけてるだけなんですけど、これはねめっちゃモテアイテムらしいです。はい、じゃあ2つ目はこれは、ローラメルシエのハンドクリームです。アンバンマニラっていうあの匂いを使ってるんですけど、なんかこれがねツイッターでなんかバズってて、男性も女性もすごい好きな匂いらしいんですよ。ちょっと甘い感じかな。男の人って結構匂いきついの嫌だとか香水嫌だとか言う人いるじゃないですか。だけどこれ結構ハンドクリームの中では匂いが強めだから、なんか程よい感じで、すごいねおすすめ。あとすごい保湿がいいから、あの乾燥もね防いでくれるし、一石二鳥っていう感じですね。はいはい、じゃあ次ね、ティッシュとハンカチなんですけど、なんかこれは女子力アイテムとかモテアイテムってよりは、なかったらすごいソワソワしちゃうアイテム。なんかティッシュもなんだろう、まあ、化粧直しとか、まあ、普通に私生活で絶対必要だし、手洗った後とかにびしょびしょのままなんか服とかで拭くのも嫌じゃないですか。だからハンカチ持ち歩いてます。でもこれはなんかもうね、あの女子力アイテムみたいなので王道ですよね。可愛いやつね、はい、4個目でいっか。4個目はこちらです。これはミンティアのシャイニーピンク。やっぱあのお口の匂いって大事じゃないですか。でね、なんか男の人といい感じになった時に、まあ、そういう時があるじゃないですか。だからまあこういう身だしなみっていうのかな、そういうお口の匂い系のやつとかはすごい気にしてて、ご飯食べた後とか、まあ、普通に外出してお買い物をしてる時とかでも噛んだりしてますね。だから結構減りがめっちゃ早い。次が5個目です。メンソレータムですね。これはあの唇の保湿、結構もう今冬とかだと乾燥してすごい皮がめくれちゃうじゃないですか。だから、まあ、リップ取れちゃって塗り直す時とか、あと寝る前も使ってるし、家にいる時起きてから塗って、でご飯食べて塗って、で、まあ、また取れたら塗って、寝る前にも塗ってみたいな感じで、常にね唇は保湿するようにしてます。で次が、6個目なんですけど、なんかねこれは女子力アイテムかは分かんないんですけど、このマスクは持ち歩いてます。顔がすごい化粧よれちゃった時とか、なんかめちゃめちゃ疲れてる時とか、化粧よれるとちょっとブサイクになるじゃないですか。てかそのブスな自分をあんま見られたくないんで、マスクとかは持ち歩くようにしてますね。で次が最後なんですけど、こちらです。じゃじゃーん、カラコンのケースです。なんでこれって思った人いると思うんですけど、撮影とか大事な時あるじゃないですか。で撮影の時とかってやっぱその撮られる時が一番可愛くありたいんですよ。でカラコンつけてるとなんか目がしょぼしょぼしてきて、目の開きが悪くなっちゃったりとか、あとは充血しちゃったりするんですよね。でそれで、まあ、ちょっとでも写りが悪くなるのが嫌なので、まあ、撮影の時とかはもう撮影次お願いしますみたいな言われてからもうパッてつける。だからもう直前まであのカラコンはつけないようにしてるので、このカラコンケースは持ち歩いてます。電車の中でも結構暖房ついてて目めっちゃ乾燥するじゃないですか。だから結構その直前につけて、まあ 100% で会うためにこういうのはちょっと気をつけてますね。はい、以上がピトの、女子力アイテムでした。よかったら参考にしてみてください。
今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。以上ピトでした。バイちゃーん。